皆さん、こんにちは、こんばんはって、では、これ、金太です。山形市の駅飯はどんなとこか。山形市はエスパルがあってね、はい。スタバとかいろいろチェーン店、ロッテリアなどいろいろあります。ロッテリア初めて食べたことあります、山形の、はい。あとは、その他、もろもろありますけど、カカシ、焼き黒カカシ、あと中華料理、カプレーゼ、イタリア料理。その中も、駅飯は本当に充実してて美味しそうです。あとは、まあ、平田牧場、あの、とんかつ美味しいですね、あれ。物産も売ってて、本当すごい場所ですね、はい。あとまあメディカスミなんとかのところにもあ、カスミ町にある中の駅、本当すごいですね、はい。飲食店少しあって、あと博物館もあったね、はい。駅飯、まあその駅前にはもう飲食店がずらりずらり、特にラーメンが美味しいんですよ、はい。山形市の駅飯、ぜひ食べに来てくださいませ、はい。すっごい量多いですよ、場所的にも、はい。飲食店の数も多いし、居酒屋もすぐ近いですし、大和ドリンクホテル、アクス、ベッピーグッドです。はい、以上です。バイバイ。